紀和歌山藩徳川屋屋敷跡の石碑和歌山城、紀州藩審判55万5千石紀州藩の一、紀州藩は江戸時代に、紀の国一国と伊勢国の南部を治めた藩。紀伊藩とも呼ばれる。藩籍法還後に定められた、正式名称は和歌山藩。藩長は和歌山城。藩主は紀州徳川家。紀州家は徳川御三家の一つで、 国高は五十五万五千国。紀伊一国三十七万国のほか、伊勢国内の十七万九千国を統括するために、松坂城に城代を置いた。その他、大和国に約千国の所領があった。紀の国は、慶長五年の関ヶ原の戦いの後、海の国主であった朝野義長に与えられ、戸様の朝野家の治める紀州藩が成立した。 現那5年の福島正則海域に伴い浅野家が、秋国、広島藩に移されると、それまで、寸布藩をもだった、徳川家康の柔軟、徳川頼信が、浅野の丘陵に、南伊勢を加えた55万号千国で入部、紀州徳川家の治める審判の紀州藩が成立した。頼信は、老人を多く名主抱え、 慶安4年の慶安の変ではその首謀者、優小説との関係を幕府に疑われたこともあった。これは、将軍家に対する対抗心からとも言われるが、詳細は不明。頼信の,の孫である第三代藩主の綱則は、第五代将軍、徳川綱吉の長女、鶴姫をめとると、このない綱吉の後継者にぎせられるようになったが、創生した。その後、予局説を経て、 強法元年に綱なのりの弟で、第五代藩主の吉宗は将軍家を相続して、第八代将軍となると、二百名を超える奇襲藩主が、吉宗に区部して、江戸に上り、幕臣に組み込まれた。吉宗を出した後に、市藩から宗家を相続した第六代藩主の宗直は、国高の57%を損失した、強法基金による財政難を二万両の抗金拝借で切り抜けたが、 以後はこの財政赤字を公金で作ろうやりくりが踏襲された。和歌山藩は将軍家に近いことから財政的に幕府への依存を深め、これが一方で幕府財政を圧迫する要因となった。第十一大藩主の成行は天命年間の拝借金が既存となり、幕府の大阪倉詰め前より新たに2万票を借用した。拝借金残金は4万5千両に達していた。 第十三代藩主の義富は、第十一代将軍、徳川家成の孫で、安政五年に、この内第十三代将軍、家貞の御将軍家を相続して、第十四代将軍家持となった。第八代将軍、吉宗以後の歴代の将軍はいずれも紀州藩及び、その連氏である、一橋徳川家に連なるもので占められることになった。明治期には、廃藩地検により、 和歌山県になるが、紀の国の東部と伊勢国の奇襲藩領は、三重県に編入された。戸様から37万6千国秋広島藩42万国審判55万5千国明治維新後に、大和国吉野郡一村、北見国門別郡が加わったほか、一守郡一村、飯野郡一村、渡来郡一村の全域を、本藩領とした。ありがとうございます。